5は、ルノー F1 が2005年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ボブベル、ティム・デンシャム、ディノ・トソによって設計され、2005年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。2005年からレギュレーションが大幅に変更されることを受け、エアロダイナミクス面の見直しを中心に開発が進められた。ノーズは、 先端が垂れ下がった形状で R24 よりも細く絞られた。フロントウィングは複雑な 3D 形状となり、第4 0 0ンマリの GP ではフロントウィングにアッパーエレメントが装着され、以後、この空力デバイスは F1 マシンのトレンドにもなった。ファイル、03ルノー JP.JPGR25 のシャークルーバーサイドポンツーンはよりタイトに絞り込まれ、 冷却面で厳しくなるのを防ぐため、上面に放熱用のシャークルーバーが何本も刻まれた、された。これは2003年に、フェラーリ F2003 がが始めたものに、ルノー独自の解釈を加えていた。R25 には、ダウンフォース現象に対応するためにメカニカルグリップを上げる方向性を持たせており、その一例として、リアサスペンションのアッパーアームは、 R24 の左右一体型から、再び別体式に戻されている。フロントサスペンションロアアームのマウントには、V 字型のステーを開発し、翌年以降も使用した。この年のみ導入された、予選、決勝タイヤ共通ルールにも対応し、高度なローンチコントロールシステムを開発して、レーススタート時に優位に立った。搭載される RS25 エンジンは、 R24 に搭載されたもの同じバンク角72度の正常進化バージョンとなった。当初は新設計となるバンク角90度の V10 エンジンを使用する予定だったが2006年から2 4ー v 8エンジンの使用が義務付けられたことや2レース1エンジン化により長寿命化が求められたことからその投入が見送られたためである。トランスミッションは 前年からのキャリーオーバーとなる6速シーケンシャル。7速がトレンドになりつつあった当年においてはすでに旧式で重い構造であったが引き換えに信頼性は高く、トルクバンドの広いエンジン特性にもマッチしていた。2005年1月25日、スペインのバレンシアサーキットで行われた合同テストにおいてフェルナンド・アロンソによってシェイクダウンされた。 合同テスト最終日には、新加入となるジャンカルロフィジケラもハンドルを握った。2月1日には、モナコのグリマルディフォーラムで、報道陣などを招いての新車発表会が行われた。翌2日から4日まで、バレンシアでの合同テストに参加し、ショートランだけでなく、ロングランでも、好タイムを記録し、他チームを引き離す好調ぶりを示していた。2005年シーズンは、 ブリジストンタイヤを履くフェラーリが低迷し、ミシュランタイヤユーザーのルノーとマクラーレンが2強となった。開幕戦のオーストラリア GP はフィジケラが、ポール・トゥ・ウィンを達成。その後フィジケラは、マシントラブルに悩まされたこともあり、シーズン中に、再び優勝を飾ることができなかった。チームメートのアロンソは、第2戦マレーシア GP でシーズン初勝利を挙げると、 第4戦3リの GP では、ミハエル・シューマッハの猛追を振り切り、3連勝を達成した。マクラーレンのキミライコネンが、マシンの信頼性不足に苦しんだのに対し、アロンソは、優勝7回、表彰台フィニッシュ15回という抜群の安定感で、終始シーズンをリードし、エマーソン・フィッチパルディの記録を33年ぶりに、更新して、 史上最年少チャンピオンを獲得した。また、ルノーも、コンストラクターとして1977年の初参戦以来、初めて、チャンピオンとなり、選手権2冠を達成した。新型 V8 エンジンを搭載した、ルノー R26 が2006年1月10日に、デビューするまで、V8 エンジン搭載時を想定した、テストプログラムは、制限付き V10 エンジンを積んだ。 R25 が担うこととなった。これはチームがハイブリッド仕様に否定的であったことに加え、R25 の V10 エンジンと新型 V8 エンジンではバンク角が異なるといった理由から、R25 に V8 エンジンを搭載するのが困難であったためである。2020年12月2021年にアルピーヌへと名称を変更する。 ルノー F1 チームの足跡を祝う一環として F1 アブダビ GP の期間中にヤスマリーナサーキットで R25 のデモランが行われアロンソがステアリングを握った走行を終えた後正直これが今の僕たちに足りないものだよファンだけでなくパドックにいるみんながこの音を恋しく思っている子供の頃テレビを見ていて好きになった あの、F1 が恋シーンだと語った。F1 公式 YouTube で、オンボード映像が公開されている。R25 に乗るジャンカルロフィジケラ ABC、F1 速報2005年2月24日、GO、シーズン展望号ニュースパブリッシング、2005年、P33AB、F1 速報2005年2月24日、GO、シーズン展望号ニュースパブリッシング、2005年、 P63F1 速報2005年2月24日 GO シーズン展望 GO ニュースパブリッシング2005年 P10F1 速報2005年2月24日 GO シーズン展望 GO ニュースパブリッシング2005年 P60 やっぱりこの音じゃないとアロンソルノー R25 での本気のデモ欄に大興奮 モータースポーツ .com 2020年12月13日、2020年12月14日閲覧。フェルナンド・アロンソドライブスタイトルウィニングルノー・ r ール252020アブ・ダビグランプリ。フォーミュラ12020年12月12日、2020年12月14日、閲覧。ありがとうございます。